はい、えー、皆さんこんにちは、えー、レクセンン講師のでですす、えー、今日はですね、えー、令和2年度の司法書士試験の最終合格それもなんと一発合格で、えー、合格されたですねお二方を招きまして、えー、いろいろ合格へのですねサクセスストーリーをですねちょっと伺っていきたいと思います。ちなみにお二方とも私のクラスのですね初級講座の出身ですので非常にあの私は今日あのワクワクしているんですけれども、えー、まずはあの自己紹介をしていただこうと思います、えー、ではよろししくお願いします。 はい。えー、皆さんこんにちは、えー。令和2年度司法書士試験えー、合格合格いたしました渡辺と申します。よろしくお願いいたします。はい、えー、ありがとうございます。はい、ではお願いします。こんにちは。令和2年度に司法書士試験に合格したいたしました山崎と申します。よろしくお願いいたします。 はいいありがとうございますそれではですねお二人にいろいろ伺っていきたいと思うんですけれどもまずですね、えー、司法書士を目指そうと思ったきっかけをですね教えていただきたいんですね、えー。もともと渡辺さんは司法書士になろうと思っていらっしゃいましたかはい、えー、と私は初、えー、めから司法書士を目指そうとしていたというわけではなくてですね、まあ、仕事をしておりましたので、まあ、自己啓発という ところがまずきっかけになっておりましてで徐々にステップアップしていってまあ最終的に司法書士という目指したという経緯になります、はい、ありがとうございますじゃあ山崎さん、えー、教えていただけますでしょうかお願いします私ももともと司法書士を目指していたわけではありませんでした目指したきっかけとしては前職で法務部に配属されまして登記業務に携わったことですその業務を通じて司法書士を知り調べていくうちに興味を惹かれて なりたいといとう気持ちが強くなり、受験いたしましたはいいありがとうございます、えー、それでは、ですねあの司法書士の勉強を始めるにあたって、えー、予備校をお二人は、まあえー、レッコを利用していただいたんですけども、えー、これはあれですか、予備校を利用せずに独学でとかいうことは考えましたか、また予備校、たくさんあるじゃないですか、その予備校、えー、の中で、えー、こう迷ったりしたり、比較検討したようなところ、ございますかね。 はい、えー、と私、実はあのレックさんで行政書士試験の,あの勉強の方でちょっとお世話になっておりまして、えーとまあ、その前に独学でやっていたんですけれども、まあ、失敗しまして、まあ、そういった経緯もあってですね、まあ、引き続きちょっとレックさんにお世話になりたいと思ったので、えー、利用させていいいたただきまましたははい、ありがとうございますでは山崎さんはどうだったでしょうか。 はい、私も初めの半年ほどは独学で勉強していたのですがで受験したのですが全く歯が立たずすぐに予備校へと切り替えましたどの予備校かいくつか選択肢がありまして検討していたのですが検討する際には予備校のパンフレットを取り寄せたりホームページの合格体験記を読んだりしてレック,レックさんのが良さそうでしたのでレックさんに決めました はい、ありがとうございます、えー、それではですね。あのお2人ともレックを選んでいただいたわけなんですが、あのこうレックにしたこう最大の決め手を教えていただければと思います。お願いします。 え決め手は、ですね、まあ、やはり先ほど申し上げましたけども、あの行政書士試験でお世話になっていたというところと、他にですね、多資格合格者割引とか、えー、早割っていうのもありまして、まあ、結構お安くご利用できるような値段になっていたので、まあ、レクサにしようと思いました、はい、ありがとうございます。それでではは山崎さんはどうだったんですか レックさんを選んだ理由は司法書士の備行では規模が最大でさらに合格者数が最多数でしたので高い実績があると感じてリックさんにしました。 ありがとうございます、えー、それではです、ね、ここが聞きたかったんだ、あのえー、レックにはさまざまなあの講師がです、ね、おりまして、えー、講師ごとに、まあ、同じテキストを使っているんですけれども、えー、だいぶ、まあ、進め方が違っているんですね、えー、お二人は私のクラスを選んでくださったんですけど、えー、私のクラスに選んだ、なんかこう、えー、決めた理由を教えていただければと思います。まあ、辺さんお願いします、はいえっとまあ、当時はの行政書士試験の近くになって たんですけども次のじゃあ司法書士試験の勉強をしたいなと思ったときにパンフレットを開いたんですよね。でいろいろ拝見させていただいた中でやっぱ運野先生の、あのー「一発合格の女神」って書いてあるんですよ。えっと思ってそんな簡単に取れるのかなと。であとはですねまあふた回しですか <laughs>、はいまあ。あとはセルフレクチャー。あの運の先生のの独自の 教材っていうのもありまして、まあなんか結構良さそうだなと思って、運の先生を選んだという経緯になります、はい。ありがとうございます。はい、では山崎さんはどうだったですか？はい。私は？私は各講師の方々のあのお試し講座を見せていただきました。その際に運の先生がの話のテンポが良くて。 噛み砕いた説明がすごくわかりやすかったので、もう、上野先生しかいないと思って、上野先生を選びました。はいい、えー、ありがとうございます、あのー 当時のこの2020年合格目標の15か月合格コースは、二回し講義をねやっていたんですよね、33回の講義の中で、20回、まあ、民法だと、20回で一回しをしてで、13回で二回しをするという、えー、その講座のお二方出身ということで、今あの、さらにその二回しがちょっと進化して、さらにあのスタンダードプラスという新しい、ちょっとあの進化系の状態になってるんですけど、初代二回しということでですね、えー、二回しの講座、 での一発合格、非常に嬉しい限りなんですが、それでは、えー、実際にその、えー、お二人は通信で勉強されてたわけですけれども、えー、こう何か実際に受講して良、えーまあ、かった点というか、そのまあ辛かった点でもいいですけれども、何かそういったところを教えていただければと思います。渡辺さんお願いいしますはいはい えっとまあ、私は仕事をしながら通信で勉強しておりましたで非常に良かったなと思う点はですね、まあ、週3回9時間の学習時間ということで、まあ、実際にあの受講してみたんですが、まあ、無理なく。 まあ、こなせるカリキュラ,ラムになっております。で、また通信になりますので。まあ、あの、二倍速っていう、まあ、裏技も使いつつ。まあ、講義の、あの、時間も短縮することができたので、まあ、非常に良かったなと思っております。はい、えー、ありがとうございます。じゃ、あの、山崎さん、なんか、こう、えー、この、楽しかった、良かった点、また、あの、つかった点、あ、つかった点は後で伺おう。楽しかった点、良かった点を教えていただければと思います。お願いします。 吸水に勉強していく際に知識が増えていくのは面白かったです。そして今学習していることが将来の仕事にどんな風に役に立っていくんだろうっていうのを考えるのは楽しかったです。はい。それからねあと実際にあの。えー 10件生の皆さんが多分これ聞いてると思うんですけど一番こう失敗した点とか辛かった点が多分すごく受けるんですよであのー、これがあの失敗しちゃったああしとけばよかったこうしとけばよかったっていう,うな話があればぜひ、うん、教えていただければと思いますお願いします渡辺さんえっとですねあのー、失敗した点というとあまりなくてなはいあのー、びっくりするぐらいなんか順調にいったっていう感じなんですけどただ つらかったっていうと、本当にあの試験の延期があったじゃないですか、なかなかあのいつやるのかやらないのかっていう状況の中で、ずっとその直前期の仕事、あごめんなさい、勉強をやらなきゃいけないっていうのがつらかったですし、またま、直前期、朝5時起きでまああの勉強もしてたっていうところもあったので、まあ、そこがやっぱつらかったですね。 つらかったところがあまりないというのもすごいですね、ですね <laughs> 順調に行かれたんですね、はいえー、じゃあ、山崎さんはどうでした、なんかつらかった点ありました、はい、私がつらかった点は、初学者ということもありまして、初めの方の模試では、全然点数が取れなかったことがつらかったで10、10点、15点だったりとか、でも、あの解説講義の中で、運動先生があの初めは点数が取れないのは当たり前ということを。 おっしゃってくださったのでその言葉を信じて頑張ることができました、はいえー、ありがとうございますそうですねあの初学者の人は後ろからぐわって伸びていくよって話は確かにしたと思うんですけどお二方、えー、それをまさに体現されたのかなと思いますそれではあのちょっと順番前後しちゃうんですけどあの、えー、私の講義はまああのー ちょっと他の講師とやっっぱりちょっと多分違う面が多いと思うんですよ、例えば勉強方法をある程度こう管理して皆さんにそのアドバイスをしたりですとかまあ私自身が実務家なんで実務の話があの結構したりですとか,なんかそういういの私の講義聞いてみてなんかこう振り返ってあ,のあれが良かったとっいう,ようなことがあれば教えていただきたいなと思うんですけど渡辺さん、お願いします。ははいはいえとまあ運の先生実務っ でいらっしゃるというところで、まあ、実務のお話をちょっとあげ,げたいなと思うんですけれども登記上の利害関係に不動産登記ですかね、うん、はいであの添付書添付書類付けるか付けないかでまあ主登記か不登記かっていうあ不登記かって分かれる登記申請で、えー、まあその登記申請書に、まあ、不あ不記 はい、書く書かないで話してて、登記官に吹きって書いたのを、えー、出したら、登、ま、記、あ、官からそ <laughs> こっちで判断するから書かなくていいって、まあ、そういう怒られた話をされていらっしゃってです、ね、まあ、非常に面白かったんですけども、まあ、反面、実務って難しいんだなっていうふうに感じましたね。であとはですね、あのー、学習する上で、まで、あ、教材の購入時期であるとか、 えー、まああの教材使った方がいいよとか、えー、まあいろ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 ですねアドバイスしてくださいますので、まあその通りでですねあのー、勉強していただければまあ合格できるかなと思います。はい、どうもありがとうございます。そうですねあのー、割とね。 他者の模試受けままししょうとかねね言ってたそれも含めて、まあ、もちろんその、えー、レックの模試がすごくよくできているというのはもう私も一番よく分かってますけど、えー、いろいろこう、まあ、合格するためのアドバイスは、ね惜,しま、惜しまなかったつもりなんですけどね、えー、それはあの山崎さん,なん、何か思い当たる節があれば <laughs> 教えていただければと思います上野先生はどの範囲を学習するのか明確に示していただいたので小学生の私にとってはとてもありがたかったです。 スケジュールを運の先生がすべてもうこと細かく組んでくださいましたので、自分で計画を立てる必要がないため、目の前の学習に集中することができました。はい、えー、ありがとうございます。なんか学習カレンダー作った記憶ありますね。あのこれを日はこれやりましょうとかって言ってましたよね。あのそれを参考にしていただけたようで良かったと思います。それではですね、あの今回。えー あの山崎さんも行政書士の学習経験がある、で渡辺さんもあるん、はいね、ですよね、お二方では行政書士からのステップアップということなんですけど、行政書士、えー、となんかこう、勉強と司法書士の勉強ってどれぐらい違いました、なんかこうあの、えー、思いつくところがあれば教えていただきたいんですけど、はい、はいえー、と行政書士と司法書士、比べてみたときに、憲法について、 ではえー、と行政書士の方がちょっとと難しいいかなという印象はありますただ司法書士特有の,あの推論問題とか、まあ、あんまり今出てはないんですけれども、まあ、そういうところについては対策をしなければいけないという、えー、特徴があるんですけれども、はい、であと民法はですねあの司法書士は、まあ、広く深く やっていくような印象がありますので、まあ、行政書士の民法の知識があると、ある程度、やっぱり理解はしやすいっていうことがあります。 渡辺さんあのステップアップ、えー、を目指して、あのじゃあ結果的に正解だったと思います、行政書士からこう司法書士にステップアップして、で今、これからもダブルホルダーになってくると思うんですけど、今後の,その、えー、活躍としては、じゃ行政書士と司法書士、両方やっていこうと思ってらっしゃいっます、えっとまあ、今現在です、ね、あの司法書士試験合格発表を終えてです、ね、あの就職活動等もしております。で実際あの事務所ささんんまたは法人さん においてはまあ行政書士試験持ってると,えと結構優遇してくれますよなんていう事務所さんもあったりとかまあ,あとはあの実務でまあ先輩方のお話聞いているといろいろ行政書士、ああ例えば許認可法人 NPO 法人とかああいう設立の登記とかやるのと同時になんか行政に届出をしなきゃいけないんですけどもやっぱり 一緒にやらなきゃいけないんですけどあのそれをセットにできるっていうのもやっぱりメリットがありますよ実務の先輩の方々のお話もされてますのでまあ今後そういった実務の世界に、えー、出た時にやっぱり役に立つのかなと思っておりますはい、はい、ありがとうございますそれでは山崎さんも行政書士試験をですね受けられたんですけどどうですかね学習経験ってどれぐらいいきましたか民法だったり憲法だったり重複する科目があると思うんですが それに関しては他の受験生より多少すんなり頭に入ってきたのではないかと思いますまた法律用語は日常生活に使う用語とはちょっと違って独特だと思うんですけれども多少なじみがありましたので特にとっつきづらいということを感じませんでしたのでメリットだったのかなと思っています、はい、ありがとうございますそれではです、ね、お二人あの通信出身ということでですね まあいつもパソコンで見てらっしゃいましたスマホスマホパソコンパソコンまであのパソコンで、えー、こうな資本所資の講座って130回まあね超える講座ですからなかなか通信っていうのは、えー、相当やはりあの、えー、来てしまえば受けるしかないっていう通学とまた違ったあの、えー、ね点があると思うんですね通信で良かったなと思う点とこう逆に通信だとちょっとデメリットかなっていう点があれば教えていただきたいと思いますね、えー、渡辺さんお願いしますはい。 はい、えっと、私はあの仕事しながら勉強しておりましたのでやはりあの帰ってくるじ時間がまあ遅くなってしまうんですね、でそうすると、あの何でしょう、あの生講義とかだと時間決まってますので、まあ、そういうのは受けられないんです。 ですねまあ、自然的に通信であれば、あの自由に好きな時間にあの講義が聞くことができますので、まあ、その点が非常にメリットになります。で、またやっぱり2倍速で聞けますので、運野先生の講義、非常にちょっと早いんですけど、あのそれでもやっぱり行政処置試験、勉強してると、ある程度やっぱり理解はできるんですよ、2倍速でも。うん、ぜひあのちょっとこの点はですねあの私あの 当時の、あのー、でしょう15ヶ月合格コースの,あのインプットの講義時間数で390時間って書いてあったんですよ。で、それ、あのオンラインスタディで、あのー、自分が実際にどんだけ講義を聞いていたかっていう時間が見れるんですけど、実際見たら270時間しか聞いてないんですよ。はい、非常に、あのー、でしょう圧縮が できるのでは、いま、その分他の勉強とかもあの取り組めるというところですね。あとはやっぱり。 通信、まあ、今、コロナウイルスとかなんで、あの、出やらけないという事情もありますけれども、あの、通学の時間もかからないですし、あと交通費とかも余計な、費用もかからないので、その点もメリットだと思います。デメリットについてはですね、やっぱり、あの、まあ、ウル先生、ツイッターとかやっていらっしゃるので、まあ、直接、あのー、何でしょう、質問できる機会というのはあるんですけども、なかなか、何でしょうね、あのー、その場ですぐに聞くことっていうのは通信だと。 難しいかなっていうのもありましてあとやっぱり実務に出た時に他の受講生同期の方とのつながりってやっぱりあの一緒に勉強してたからつながってますよというそういうのもあると思うんですけども通信だとなかなかそれが難しいかなと思います。 あのえー、私の講義を2倍速で聞くと眉毛がつながるというと都市伝説があるのし知ってます <laughs> 眉毛がつながるっていう、あのねまあ、2倍速で聞くのは、まあ、本当すごいなと思うんですけど、まあ、あと、デメリットとして、さっき渡辺さんが挙げてた点は、これから同期ともういくらでもつながりますから、もうえー、その勉強の,、ね、あの仲間はいらないという方もいらっしゃいますし、まあ、あのこれからぜひ、ね、本当同期の方と真の、ね。 あのパイプをつなげてほしいなと思います。じゃあ山崎さんもあの通信の何かこうえ感想というかメリットデメリットあれば教えていただければと思います。お願いします。私はあの講座自体を開始したのがすごく遅、あすごくではないです。数ヶ月遅くてですので通信の方が良かったです。というのも一日三コマ四コマを見て。 どどんどん先に進めていくという形が取れたので、通信で、はい、見てました <laughs>、はいはい、見させていただいて読みました、はいそうですね。それでデメリットは、やはり通信は自分でどんどん進めていく形ですので、あのさぼれてしまうのがちょっとデメリットなのかなと思っています。でも、その対策としては、私がやっていたことは動画が、追いついた後には動画が更新されれば、 その日にも見るという自分のルールを決めていました。はい、えー、ありがとうございます。3コマ4コマ私の攻撃聞いたらちょっとねな,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 なんか夢にまで出そうですね。あのそれを本当お二方頑張ってやられたんだと思うんですけど、それではあの一、えー、日の勉強スケジュールをあの差し障れない程度で教えていただければと思います。渡辺さんお願いします。はい。 えー、まず15ヶ月合格コースの受講についてはですね、まあ、仕事も残業も普通にやっておりましたなので、えーとまあ、余裕があるときは1回講義を聞くでその後セルフレクチャーなどをやるっていう感じだったんですけども、えー、と2倍速ですので、えー、と時間に関して言うと講義の時間は1回あたり1時間半。 でその後セルフレクチャーなどをやるのでだいたいそれプラス2 20分30分ぐらいになんで、えー、まあ行っても2時間ぐらいかなとで本当に余裕がない時は、えー、と1回の講義前半後半に分かれておりますので,、えー、とでこれを2倍速で聞くと大体40分から50分ぐらいになるんですけれどもで これプラス、まあ、先ほどのセーフレクチャーという感じなので、やったとしても1時間ちょっととっいう感じになるんですね。えー、なので、あのー、1日最低1時間ぐらい、えー、はやるような目安で目標を持って、えー、やっておりましたで。休日はやらなかった日もあります。で直前期はあのー、本当にちょっと勉強のか時間を確保したかったので、5時に起きて、 朝っぱらからの記述の問題ですね、午時半から七時っていう感じで、まあ、記述問題解いて、でその後、仕事で家に帰ってきて、十八時半から二十四時の間。あのーまあ、朝、解き切らなかった記述問題とか、えー、または直託も使って、ですね卓越の対策をしておりました。なので、まあ、直前期は一日七時間ぐらいの勉強をしておりました。はい、以上です。渡辺さんあの、最後までお仕事されてらっしゃったんですか？ やってました,やってました普通にフルタイムでこれこれあの六時から八時から、はい、あの八時から五時ぐらいまでじゃあ勤務してる。すごいですねいやもう本当にあの仕事しながら一回で受かるって本当すごいことなんですけどあの今ちょっとびっくりしました、えー、それではあの山崎さんはあのスケジュール簡単にあのお話し、えー、していただいてよろしくお願いします、はい、私はレックで 講座を取ると同時に仕事を退職してしまいましたので時間が取れたので比較的長く勉強していた方だと思います初期の方は追いつくためにも1日12時間ぐらいもう講義をずっと見続けるというスケジュールで追いついてからは記述の問題だったり過去問を進めつつ1日6時6、7時間は学習していました直前期も同じくらいで1日6、7時間は必ずやるようにしていました、はい ありがとうございます。それではですね、今もう本当にもう貴重なお話を、えー、たくさん伺っているんですけれども、えー、最後にですね、あのこれからあの司法書士を目指す方ですね、もしくは今、えー、勉強中の方にですね向けたあのメッセージを、えー、ぜひですねお願いしたいと思います。じゃ渡辺さんお願いします。はい、えっ、ー、とまあ私はあの高卒になります。でまあサラリーマンをしながらですね、あのー。 宅地建物取引士であったりとか行政書士でステップアップしていって、まあ、このたび司法書士試験に合格したということになります、まあ、たまたまあの司法書士試験については一発合格という、まあ、結果でし,でしたけれどもあまああのその他の資格試験の勉強の期間を含めると、まあ、7年ほどになるかなというぐらい勉強しております、まあ、ここで私が申し上げたいのは、まあ、コツコツ積み重ねて努力してきた人間がまあ合格する試験 試験であるということです、えー、まあ、これからステップアップで目指す方については、えー、今までの勉強習慣とか、えー、知識は決して無駄になりませんで、また現在勉強中の方については、えー、もう本当にきついとか辛いとかまあそういった日々が続きますけれどもまあ試験当日までですねその努力をし続けられる人が合格できます諦めることなく目標に向かって突き進みましょう はいえー、力強いお言葉ありがとうございました、えー、それではじゃあ、司法書士試験は、自分で勉強するのをやめ,なきやめずに、講師の方の言うことを信じていればきっと合格できる試験だと思っています。私自身も途中、勉強が嫌になってしまった時期もあったんですが、それでも諦めずやり続けて、最後、試験を受けて合格できましたので、皆さんも諦めずにやっていっていただけたらなと思っております。 はい山崎さんありがとうございましたそれではですね今日はあのう運動クラス出身のお二方令和二年度の司法書士試験のですね一発合格の渡辺さんと山崎さんに来ていただきまして貴重なお話を聞かせていただきました今勉強中の方もですねぜひあのもちろん一回で受かることがすべてのねあのゴールではありませんけれどもま、えー、もし今年本試験が一回目の方はぜひね一発合格を目指していただきたいですしすでに受験経験がある方も とにかく今年を最後のですね受験にするよう、えー、力いっぱいですね最後まで走り抜けていただきたいと思いますそれでは、えー、今日はですね、えー、お二方のお話を、えー、伺って私も非常にお腹いっぱいですので、えー、以上でですねこの、えー、動画の撮影はおしまいにさせていただこうと思います、えー、それでは皆さん、えー、ご清聴どうもありがとうございましたお二方どうもありがとうございました